プラネットクラスター。テラフォーミングが着実に進み、惑星に青空と湖を作ることに成功した私霊夢。ロケット発射場も完成したし、今回はロケットとかも飛ばしてみましょ。まずは素材集めのために鉱石抽出器を試します。ちょっとしか在庫ないオスミウム使うから数は作れないけど、これ強そうだよな。拠点の隣のこのキラキラ死体は、見るからにアルミの鉱脈だし、絶対アルミが掘れるはず。それでは、ホイットな。お、掘っとる掘っとる。さて肝心の抽出状況はと。鉄だった。どうやらここじゃアルミは掘れないみたいだな。分解して他で試しましょ。だな。一回目は失敗しちゃったけど、やっぱりここアルミ掘れると思うんだよなぁ。周辺探索してもこんな地形他で見ないし、何かしらの特別なものがありそうだよな。それに拠点の近くだし、使えるものなら使ってきたい。いろいろはかどるもんな。それでは鉱物抽出、再チャレンジ。さあ果たしてアルミを手に入れることができるのか？やったー、予想通りアルミゲット。アルミ、ゲットだぜ。素材も確保できそうだし、ロケット打ち上げに必要な素材を確認しましょう。あれ？ GPS 衛星以外にも、ロケットあるのな。磁場保護ロケットは、イリジウム小惑星を引きつけて、圧力上数が1000パーアップ。小惑星引力ロケットは、ウラン小惑星を引きつけて、熱上数が1000パーアップ。ほうほう、これでウランやイリジウムもゲットできるっぽいな。じゃあ早速作りますか。やだー。おい大丈夫か、今足が折れた音がしたぞ。お腹減った。なんでそうなるの？とにかく急いで何か食えよ。お腹ペコちゃん。食べたいカボちゃん。おい。カボちゃん。うまー。高所から落ちても、お腹が減るだけで済む体に産んでくれたお母さんに感謝だな。何やってたっけ？こうしてロケット打ち上げの存在を忘れた。あ、そうだオスミウムの鉱脈っぽいところに、鉱石抽出器設置してみましょ。オスミウムが量産できれば、鉱石抽出器いっぱい作れるから素材に困らなくなるはず。鉱石抽出器の大量生産か、なかなかロマンある試みだな。さあオスミウムは抽出できるか？セクシカ掘れぬ。残念。まだ解放されてないけど鉱石抽出器は T2 もあるので、そっちじゃないと掘れないのかもね。お、この洞窟の奥、まだ氷で覆われてるのか。これ溶けたらもっとオスミウム取れるかもな。まあそのうちまた確認に来ましょ。だな。あ、帰り道にソーラーパネル発見。こういうのからも地味に素材取れてうまいな。さーて、アルミの抽出状況はどんな感じかな？結構アルミ以外も混じってんな。まあクラットで超合金作るのに、マグネシウム、鉄、コバルト、シリコン、そしてアルミも使うので、超合金作ってればそれなりに消費できるかな？それなら無駄にならないで済みそうだな。素材も自動でゲットできるようになって、物が増えるだろうし走行拡張を。油断するとまた物で埋まっちまうぜ。こんな感じの広々走行。ここはアルミニウムっと。お、ちゃんとラベリングしておる。いやロッカー見た目同じだから、どこに入れたか覚えられないよ。まあそうなるわな。そんなわけで倉庫のロッカーは11個となりました。これで素材いっぱい溜め込んでも平気だな。さてアルミの抽出待ちで暇だし、新たな鉱脈探しに、レイチャゴー。今回は小さい難破線の奥に見えたあの岩場、近くを通った時にイリジウムが見えて気になってました。それは期待大だぜ。中に入ったら予想通りイリジウムの大豊作。こりゃ鉱脈確定だな。抽出器置けばいくらでも掘れそうだぜ。まあ今回の調査でいっぱい取れたから、イリジウムが足りなくなったら考えましょ。抽出器置くのもいいかもだけど、基地から離れてるから往復が面倒なんよ。アルミと違って基地の真横ってわけじゃないもんな。そうしてさらに奥に進むと、溶けた氷を発見。これは何かありそうだぜ。一体何があるのやら。お、なんか黄色いガスが溜まってるな。あ、これは硫黄の鉱脈かな？必要になったらまた来ましょ。だな。さて本拠地に帰ってイリジウムをクラフトして、イリジウムロッドにします。イリジウムロッドは原料にイリジウム9個使うから、作るの地味に大変なんだよな。作ったイリジウムロッドは、ロッカーに大切に保管しましょ。イリジウムロッドで何作ろうかなー。てか私なんでイリジウムロッド作ってたんだろ？おい。あ、私ロケット作ろうとしてたんだった。ここでロケットのことを思い出したのだった。うおーおー、ロケットを作るぞー。
ロケット作るからって、ロケットマンの国の BGM 流してんじゃねえよ。こんなノリでロケット完成。そして唐突にいつものノリに戻った。結構大きい。離れてみると大きさがわかりやすいかな？建物と比べると高さの比較ができるな。もうちょっと近づいてみてみましょ。ソーラーパネルみたいのもついてるし、なかなか凝った作りだよな。かっちょええ。立派なロケットでございます。これには将軍様も思わずにっこり。こらこら。それではいよいよロケットの発射と参りましょ。ならば、発射スイッチ、ポチッとな。うおーおー、ロケット動き出したぞ。てかこんな至近距離にいてお前平気なのかよ。まあ怪我してもお腹減るだけだし、おい。てだあ、私のロケットがあ、ヒーター部屋に突っ込んどる。なんということでしょう。こりゃ将軍様もご立腹なさるかもな。無慈悲なロケット事故。あれ、今度は何やら高温か。隕石降ってきたっぽいな。そういえば発射した小惑星引力ロケットは、ウラン小惑星を引きつけ、熱ボーナスがあるんだった。上数が 1000% アップってのがよくわからないけど、温度上げる機械が10倍の効果になるのかな？よいしょ。では落下した隕石を調査しましょ。おーおー、めっちゃウラン落ちてるー。これだけ取れるならウラニウムロッド量産して、原子炉で電力大量確保できそうだな。隕石まだまだ降ってるし、これはいいかも。小惑星引力ロケット、おかわり入りやーす。妖精さんにもらったエンジンもあるし、ロケットはまだまだ撃てるぜ。今度はちゃんと飛ぶかな？それではロケット、発射ー。ロケットさん、また荒ぶっておられる。畜生ー、こんなロケット設計した責任者はどこだー。ロケットマンを連れてこーい。ロケットマンは設計してねーよ。てか荒ぶったけど一応飛んでったな。この角度じゃこの星の軌道を抜けられそうにないけど。ま、いっか。さっきみたいに事故っても普通に効果あったし、問題ねえな。この後、乱回収めっちゃ大変だった。お、ソウル異発生器が解放されたな。ソウルを火の海にするにだ。ソウルじゃねえよ、ソウル異だ。てへへ。とまあ冗談はさておき、これでソウル異ゲットできれば、バイオラボでいろいろ作れるようになるかな？そういえば、バイオラボなんてのも作ってたな。今はただの電力ぐらい。一旦分解しちまえよ。めんどい。安定の適当ぶりである。さて拾ったウランをウラニウムロッドにしましょ。ウラニウムロッド大量生産。ならば原子炉 T2 を、建設じゃー。お、原子炉もいつの間にか T2 解放してたのな。いい機会だし T1 は解体して T2 に刷新しましょ。一気に電力アップー。これで電力4倍くらい余裕ができたし、電気気にせずいろいろ増築できるであります。素材も自動抽出で溜め込んでるし、立て放題だぜ。あ、そういえばこのスクリーン邪魔。増築した時に変になっちゃったやつだな。てか気づくのうせえな。それでは地味に電力吸うので作るの控えてた、植物栽培器を2機追カット。バイオラボで使うっぽいので、こちらではナスを育てます。さてヒーター部屋も T2 から T3 に、刷新刷新。こっちは数が多いから時間かかりそうだぜ。分解するのも一苦労。微妙に素材違うから、壊しながら作るの大変なんだよな。うわぁ、原料が弾け飛んだぁ。霊夢さん、ビビる。ではヒーター部屋を刷新しながら今回はここまで。面白かった続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。前回存在を忘れたジェットパック、霊夢が思い出せる日は来るのだろうか。気になる方はチャンネル登録をおすすめするんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。